暇だなと思ったらバーベキュー、暇だなと思ったら潜水、これが僕の。デイリーバーベキューセット、大和川の河川敷で紐を焼く。大和川の河川敷で干物をひっくり返す。絶対うまい、これ絶対うまい。どないです、どっか行ってない、ちょっと焼きすぎたかな、うん、でも美味しそうやろ、買ったなと思ったの。こうやって見たら髪型変やな。売り場ということで、シラス売り場に入ります。毎年ここで釜揚げします。あ、3つぐらい、あ、で、おぉ、3日やって、食べれる3日で、え、食べるな、食べる食べる